一応あの放送は月曜日の夜7時です、はいはい、時計の針は夜7時を回りました。 FM 那覇お聞きの皆さん、こんばんは。沖縄で頑張る人と人、出会いを紡ぐラジオプログラム、アイネットラジオ、パーソナリティ吉田哲太郎と小戸春奈でお届けします。はい、今日は DJ アーサーさんがお休みということで、はい、2人でお届けいたしましょう。そして素敵な2人のゲストにもお越しいただいております。はい、はい、女子サッカーチーム琉球デイゴスから監督の山木理恵さん、そして広報の岩井かすみさんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。早速なんですけれども、はい、山木さんと僕同級生です。はい同級生、はい、ショートカットがお似合いの監督の山木さんですね。はい、はい、もうスポーツ美人といって、うん、羨ましい、ね、はい。そしてお隣の岩井さん、はい、琉球デイゴスのね、広報、はい、広報させていただいてます。はい、僕あの RBC のザニュース、平日と夕方のローカル番組のスポーツコーナー担当してるんですけれども、はい、デイゴス取材させていただくとき、いつも岩井さんにお話を通していただいております。テスタロさんには、はい、こちらこそです。でですよ、じゃあもう早速なんですけれども、まずあのちょっと琉球デイゴス、はい、女子サッカーチーム、はい、どんなチームなのかっていうところをまずお二人からね、いろいろお話聞いていきたいんですが、まずじゃあ広報先頭切りましょうか。はい、はい、じゃあちょっと広報的な感じでお話しさせていただくと、はい、ぜひぜひ、はい、2014年の7月に、設立した、まだ、3シーズン目ですねの女子サッカーチームになります。で、コースメンバーとしては今大学生から、まあ、社会人、まあ、上が32歳になるんですけれどもっていう形で、社会人の女子サッカーチームとして頑張っています。はい、この中で、まあ、あの県リーグ、九州リーグ、九州リーグも2部、はい、1部とありますけれども、うん、昨シーズンね、九州2部で、はいはい、優勝して、あ、そして1部というところで、はいはい、そしてあの女子サッカーの場合は、まあ男子とちょっと違うところが、はい、その例えば九州リーグの上に全国リーグがあるわけではなく、もういきなりもう、まあ、プロって言いますか、プロはまあ混在なんですけど、なでしこリーグって聞いたことありますか？あ、なでしこジャパンの、はい、はいはい、その、まあ、日本の女子サッカーの最高峰のリーグ、1部から3部まであるんですけど、はい、もう九州リーグの上はもういきなりなでしこになると。あ、そうなんですね。はい、ということで、いろいろ、まあ、成績もそうだし、チームの運営という面でもね、いろいろ頑張っていかないといけない、はい、そこでまずチームより強化してもらおうじゃないかということで、いらしたのが山木さんです。はい、ありがとうございます。今年から沖縄に来させてもらってます。で、山木さんはあの女子サッカーの日本代表としてオリンピックとかワールドカップにもご出場されてる方なんです。すごいですよね。すごい方が沖縄に来てくださったということで、はいはい、あの RBC ザニュースの中でも一度インタビューでね、取材伺ったんですけれども、ね、はい、今日はたっぷり時間がありますんで、はいはい、あの女子サッカーのこととか、こう山木さんが小さい頃どうやってサッカー始めて、どうこうあの上のカテゴリーにどんどん進まれていったのかって、はい、監督ってどんなお仕事ってどんな一日過ごすんだろうかとか、ちょっといろいろ聞いていきたいと思います。うん、気になります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。でまずですよ、ご出身があの千葉県の市川市っていうところ で、はい、そうですね、はい、あの僕市川出身の友達いるんですけど、はい、東京だって言い張るんですけれども、はい、もう橋を渡ればっていうことで、まあ一緒かなっていうのはよく使います。東京だよっていう、ね、本当にもう東京寄りの千葉で、はい、はい、すごい、まあまあ、僕らからすると都会のはい、うんうん、その市川で、まあ、同い年昭和50年生なんですけれども、はい、あの読谷、沖縄県読谷村出身の私の周りにはですね、小学生時代、はい、女の子でサッカーやるってこう正直いなかったと思うんですよ。はい、山木さんの周り、こう市川ってどうだったんですか？私の頃もそんなに多くはなかったんですね。で、まあ、始めた頃、小学校3年生から始めたんですけど、はい、その頃はまあたくさんいたんですけど、だんだん
1人減り2人減りで、まあ小学校卒業の時には1人になってたっていう感じですけど、じゃあ他は男子、そうですね、男子ばっかりでしたね、はい、みんな最初楽しそうでなんか分かんないけどやってみようで女の子たちもいたけど、やっぱりだんだんサッカー上手くなりたいって、もっともっと上に行きたいって思ってハッと周りを見ると、あれ私一人だったっていう感じだったんですか？そうですね、気づいた時には、はい、うん、山木さんはもうその時にはハマってるって感じだったんですか？そうですね、はい、サッカーばっかりしてましたね。あの他にも、まあ、スポーツあったと思うし、小学校の部活でもサッカー以外もあったと思うんですけど、はい、サッカー選んだっていうのはどうしてですか？あの小学校のクラブ活動でサッカー部があったんですけれども、小学校3年生の時に、まあ、ちょうどサッカー部に入ろうっていう、入りたい人みたいな先生からの声かけに手を挙げた中の一人みたいな感じですね、はい、ご家族誰かがサッカーやってたとか？誰もやってませんでした、ね、誰もやってません、未だに誰もやってません。あ、それまたちょっと面白い形ですね。結構そうですね、うん、はい、選手とか取材すると沖縄のまあ中学生高校生もそうですけど、ね、お兄ちゃんがやってたからとか兄弟がやってたからとか、うん、お父さんやってたからとか、はい、結構多いんですけど、うん、サッカーの何にピンときたんですか？なんでしょうね、なんか楽しかったんでしょうね、うん、もう小学校時代だからそんなに何があって分かんなかったんですけど、うん、なんか一生懸命なんかボールをかけてるのが楽しかったのかなって今思えばっていう。もともとスポーツはお好きだったんですか？その当時から結構活発ではあったんですけど、何か特別にっていうのはなくて、うん、たまたまやり始めたのがっていう、サッカーだったっていうところかなとは思いますね。なるほど、やってみると楽しくてハマってみたいな。そしてまた小学校卒業した後、中学生の時も続けられたと。そうですね、うん、中学校に入ってから、クラブチームでやりました。あの当時は、中学校の男子の部活だと女子は試合に出れなかったんですね、はい、で女子のチームがなかったので、うん、クラブチームを探して大人と一緒にサッカーをしてましたね、でその時のチームがあの、はい、日産 FC レディース。そうですね、今の F マリノスの前身にあたるチームですね、はい、なんか声かけられたんですか？チーム来ないかとか。あの自分で探しました。へー、全然あのチームがなかったので、できるチームをということでいくつか、まあ、通える範囲内でということで探しました。でも千葉でしょう、市川でしょう、はい、で日産 FC はあの、まあ、横浜の方ですよ ね、 そうですね、横浜ですね。通うの大変だったんじゃないですか？総武線が今僕の頭の中でぐるぐる回ってるんです。そうそうそう、総武線です、合ってます、合ってます、はい、千葉からもう神奈川の方走ってる電車があるんですけどね、はいはい、1時間半ぐらいかかりますよね。結構かかるんですね、はい、なのでまあまあ電車でそれぐらいだと範囲、まあそこないかなっていう感じですね、まあ、他にもチーム多分そんなになかったんでしょうね。親が探してくれたっていうのもあるんですけど、はいはい、で、まあ、練習参加させてもらって入ることになりましたね、はい、当時は同年代の方々もいたんですか、このチームの中には？私が中1の時は中学生に 2,3 人いたと思います。あ、年上ばっかり。そうですね、やっぱり高校生も社会人もいましたから上ばっかりでしたね、入った時は。当然ですけど、はい、こう日本女子サッカーリーグ、あの、まあ、今のねなでしこリーグの前身ではありますけど、当時ってあの、まあ、中学生の山木さん、あのヤングプレイヤー賞でしたっけ、はい、賞も受賞されてると思うんですけれども、はいはい、こう結構例えば中学生高校生社会人が混在してこうどんどん試合やっていくっていう感じだったんでしょうか？どのチームもそんな感じだったんですか？そうですね、当時はあのもう中学生以上が全部同じカテゴリーだったので、はい、あの
もう中学生になったら大人とサッカーをやるみたいなのが当たり前っていう感覚でしたね。まずこう社会人の人たちとも、まあ、もっと年上の人たちとも一緒に試合やるようになって、はい、練習やるようになって、中学生の時の山木さんはどう感じたんですか。どうだったんだろう。いやでも楽しかったです。ああ、はい、まずは一番年下だったのですごく可愛がってもらって、うん、はい、それも含めて楽しかったんだと思う。でもあの年上の方々ばっかりだとついていけないとか、はい、そういうのはなかったんですか。若さです。もう楽しさで。楽しかったと思います、すごく。なるほど。そこそんなにこう辛いっていう、まあ、辛いのも練習としてはあったんでしょうけど、うん、もう楽しかったなっていうのはすごく今覚えていることですね。その中でまた公式戦にも出るようになって、はいはい、日本女子サッカーリーグのヤングプレイヤー賞って、なんか新人、野球で言ったら新人王みたいな、新人賞みたいな感じですよね。そうですね、新人賞みたいな感じですね、うん、もうどんどん試合にも出してもらえてたってことですよね。そうですね、結構出してもらってましたね。なるほど、すごいですね。なんかあの私はスポーツあまり詳しくなくて、もともと運動音痴 で、 ですね、文系で生きてきた方なので、はい、本当に山木さんみたいな方すごくかっこいいなって昔から憧れですね。ありがとうございます。いや本当にかっこいい、うん、いやこの中でまたあの、まあ、一応僕の中では、まあ後でもお話ししますけども、あの女子の日本代表として海外の試合でも活躍されてて、ディフェンダーなんですけど、その中学校の時ってポジションってどこだったんですか。中学校の最初の頃はフォワードやってました。おう、あのウィング、今で言う、はい、そうです、ウィングですね。あのフォワードっていうのは前のフォワード、そう、攻める人、攻める人、そうそう、攻める人、シュート打つ人、そうそう、シュート打つ人です。シュートとかアシストとかする人ですね。得点かっこいいポジションですね。そうなんですよ、花形みたいな感じ。あ、なるほど。そう、いつもサッカーの試合の取材するときデゴスさんもそうなんですけど、やっぱり点取る人にどうしても行ってしまうんで、うん、いつもディフェンスで頑張ってる選手なんとか紹介できないかなと思いながら、結果やっぱり決勝点上げた選手に行っちゃったりで、取材する側もいつもディフェンダーになんとか光当てられないか申し訳ないなと思いながらあるんですけど、はい、そうですね、そこがまあまあ、ディフェンスの宿命宿命ディフェンダーの方はシュート打ったりしないんですか。打つチャンスもあるんですけど、後ろの方にいるから打つチャンスが少ないんですよ。ゴールから遠いってことですか。そうそう、ゴールから遠い、相手のゴールから遠いんですよ。あ、結構打っても遠くから打ったらなかなか決まらないから、はい、そう、なかなかスポット当ててもらえないんですよ。あ、なんかでもそしたら打つポジションに行きたいとか、その人気が出たりしないんですか、フォワードは。フォワード、はい、やっぱ特性があったりとか、やっぱりチームの中でこう与えられる役割っていうのがそれぞれあるから、みんなやっぱりちゃんとやってくれるんですね。適材適所みたいな形で。そうですね。これあのディフェンダーにこう特化していったっていうのはいつ頃からなんですか。高校の途中かなぐらいですかね、うん、からもディフェンスばっかりが多いですね、うん、やっぱりそういう時って監督さんからやってって言われるような感じ。そうですね、やってっていうのと、自分も適材適所、ね、あ、自分の中でこっちの方が向いてるのもあるしっていうのもあったかなと思います、なるほど。これやっぱり監督さんからディフェンス行ってって言われたんですか。どうだったかな、なんかディフェンスの方がいい気がするって私も言った気がします。 あ、自分自身でですか。まあ、例えばフォワードとかハーフをやるのも嫌じゃなかったんですけど、うん、多分そっちの方がっていうのを言った記憶が頭の片隅にぐらい
ちなみにこのディフェンダーっていうのはどんな方が向いてるとかっていうのもあるんですか？なんか例えば足の速さとか、まあのはい、単純に結構大きい人とか、そうなんですか、うん、あの逆に、はい、あのさっきディフェンスもシュートするチャンスあるよっていうのはあの、うんうん、コーナーキックとか相手ゴール前のフリーキックの時とかにいつもは守ってるんだけど、うん、その時だけスルスルってゴール前に行ってヘディングで決める人とか、うん、なんかディフェンスの人でそういう人多い気がしますけど、うん、あかっこいいですねそれも、うん、あとはなんかどっちかっていうとちょっと真面目な子の方がディフェンス向いてるかもしれない。あ、性格もあるんですね。フォワードの選手イケイケだったり、なんかちょっと失敗してもあごめんごめんで、そう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 、好きすらないすると腹立つんだけど、あーなるほど、でもそれぐらいの方がちょっと向いてるかもしれないですね、うん、へそう、もう自分の話で申し訳ないですけど、うちの娘も宿題やってないとか先生に怒られていかんでしょうって言って、ごめんなさいって言って、もう次の日にはすっこーんと忘れてるの。あーむいあー、はい、さあ、向いてるなと、ね、そうそう、向きですね、ですね。なるほど。そんな中で、うん、あの高校時代にもう日本代表に選ばれたんですよね、はい、はい、そうです、かっこいい。 そうです、はい、その時も、まだあの所属は日産 FC レディース、はい、そうですね、日産の時ですね、はい、あの日本代表に選ばれる時ってどうやって声かけられるんですか、ある日突然、うんうん、君は日本代表だって言われるんですか、うん、それは今と一緒で候補合宿、あ、はいはい、まずは来て、はい、でそのこう何人かいる中で、はい、こうまあ、大会があったとしたら、はい、それに向けてこう何人か選出していくっていう中に選ばれたっていうところですね、はい、うん、実際選ばれた時ってどう思いました？入ったみたいな入ったみたいな感じですかね。ちょうど僕もう93年とか4年とかあの頃だと、例えば、まあ、学校とか家族の方とか周りの方で、はい、お日本代表入ったすごい、山木さんすごいみたいな話になりました。なったのかな、うん、そんな、いらっしゃいみたいな確かなんかアジア選手権とかだったと思うんですよ、はいはい、初めての試合が、はい、なので、はい、どこに行ったんだっけな、外国で、外国、うん、そう、だからそこに行くから、まあ、学校その時は休まなきゃいけなかったんですけど、はい、いってらっしゃいみたいな、頑張ってきてねみたいなすごい軽いちょっとクールな感じのなんかご家族が想像つきますね。いや、ただやっぱり今との時代の違いもあって、はい、今でこそやっぱり世界一にもなったりしてるから、うん、はい、なでしこジャパン日本代表って言ったらみんなうおーってなるかもしれないけど、ちょっとまだその時の空気って違いましたよね。そんなにこうやっ女子サッカーをやってるっていうこと自体が、うん、まだ少し珍しいなっていう感じで見られるっていうところはあったのかなと思いますね。そしてもう海外での試合の経験ってどうでした？今ちょっとカンニングしながらしてるんですけど、あのマレーシアのアジア女子選手権で台湾戦で初出場っていうのをちょっと今見てるんですけど、はい、マレーシアなんだ、はい、マレーシア綺麗でしたよ、街が、あ、ホテル、街も綺麗で、海も綺麗で、ホテルも綺麗で、はい、試合のことじゃないですよ、まずピッチより街のことで、高校生の感想で、そうそう、できるだった、でも当時高校生ですもんね、そう、なんかすごくリゾート地だから今思えばなんですけど、リゾート地だから、ホテルすっげー綺麗だなって、はい、もうなんか感心したの覚えてる。そう、試合ですよね。試合ですよね。いや、もう先にホテルすげーっていう、これリアルな感想だなと思って。綺麗だったんですよ。はい、いいなと思って、こういうところはに行ったら楽しいなと思って、はい、覚えてます。じゃあホテルが代表頑張るぞのモチベーションに。そうそういう感じでした。あ、でも試合はでもすごく緊張したのを覚えてます。やっぱり最初の試合で、うん、
だったので、なんかもうとにかく緊張してたなっていう印象のだけは覚えてますね。代表ももうディフェンダーで、代表もディフェンダーでしたね、はい、うん、はい、外国人選手と戦うっていうのはそれが初めてだったりするんですか？その前に練習試合とかもあるんですか？初めてだった気がしますね、はあ、何か日本人との違いとかっていうのも感じたりすることあるんですか？アジア圏だと当時はやっぱり中国とか韓国、はい、北朝鮮とか強かったので、はい、で中国がやっぱり圧倒的に強かったんですね、はい、なのでそことやるときはもうなんかスピードも何もかも違うみたいなところの差はすごく感じました、ね、うん、スピードかこういう行っちゃったみたいな、わかります？F1 みたいな、それちょっとオーバーですけど、走られたみたいな、それぐらいの体感が体で感じるスピードがあったってことですよね。よく走ってたし、すごくボールの動きも大きかったし、まあ、細かい動きもたくさんしてたんですけど、長いボールで裏取られたりとかっていうのもあって、はい、やられるねっていう感じでしたね、うん、当時は、うん、刺激になりそうですね。そうですね、なかなかやっぱりでも追いつけなくて、自分たちがやってる間に、うん、今は少しこう勢力図がアジアの中でも多少変わってきましたけど、うん、当時はやっぱり、うん、中国は世界一を争うぐらいのレベルだったので、そうだったんですね。すごく本当にすごく差があるんだなっていうのは思いますね、うん、はい、日本にも何人か中国の選手来たりもしてたので、あ、リーグの中にいるね、はい、でこうやったことはあって上手だなっていうのは分かってたんですけど、うん、なおさらみんな11人が中国の選手になったら、うん、やっぱりすごいですね、さらにパワーアップみたいな感じでしたね、うん、またこの後も、まあ、高校時代代表の話とか、また社会人時代のお話も伺っていきたいんですけども、ここでちょっと一曲お届けしたいと思います。はい、